あら、ほんと、こういうのも薬の材料になったりするの？なるかもしれないけど、ちょっと問題ないかな。こんなに可愛いんだし。はあ、女の子ね、タトリってば。そうだ、このお花、お土産にしたらお姉ちゃん喜んでくれるかな。喜ぶかもしれないけど、途中で枯れちゃうんじゃない？そっか。まあまあ、別に花じゃなくてもいいじゃない。もっと珍しいものとかさ。私はいつもそうしてるし。そうなの？例えばどんなもの？例えば、そうね、蛇の抜け殻とか。蛇？うん、持ってるとお金が貯まるって言うじゃない。だからもう両手いっぱいこんなに持ってってあげたわ。両手いっぱいの抜け殻。他にはね、骨になっても生きてる魚とか、内臓までくっきり残ったカエルの化石とか、ピンクとか紫のキノコとか。待って待って、お姉ちゃんそういうのが好きだったりするの？まさか、すっごい嫌な顔するわよ、持って帰ったら。それはお土産として間違ってるんじゃ。いいのよ、なんだかんだ文句は言うけど、最後にはちゃんと受け取ってくれるんだから。さて、今度は何を持ってってあげようかしら。あ、生きたサソリとか面白いかもしれないわね。やめてよ、私も一緒に住んでるんだから。はあ、お姉ちゃんも大変だな。もらったお土産どこにしまってるんだろう。最近入ってないけど、お姉ちゃんの部屋お土産でぎっしり。